でもいいかという時にやっぱ大きい番手はない。そうですね、もちろん風のどれぐらい風が吹いているかにもよるんですけど、あんだけピンが奥でグリーン奥にこぼしちゃうとアプローチが難しすぎちゃうんで、例えば10ヤード手前でもいいからパターの方が、おー、うん、はい、10ヤード手前ではパターです。ここは8番135。完全悪かった。ナイス。意外と手前に大きい番手でも52とか。あ、52でいいの。開けば大丈夫だったね。これさ、スタンス開けなくちゃ。スタンスは開きます。いつものバンカーのスタンスバン、はい、スタンスでいい。フェース面だけちょっと。いやー無理。普通に打ちたい。え、普段開かないですか。開かないです。あ、もう。ああいうのだったら開いて打てるんだけど、もう距離もあって、フェラルがもう開く。ああ。でも52なんで距離はちょっと多少なりとも58よりかは自転出るんで。じゃ開いてみ、ちょっと開いてもいいと思う。ちょっと開く。ナイス、すごい上手。ちょっと開いたらこんなに52で、すごい美穂さん、すごい美穂さん。どっちを選ぶ？普段だったらもう全然パター、パター。ナイス。でさらにこうピッチングでピッチエンドランっていうやり方があるんで、そっちもちょっと今回見せてもらいます、はい、これキャリーでどの辺とか。そう、私ピッチングだったらちょっとこの辺かな。結構手前ですね。で右に置いて、うまい。おお、ピンの方が若干寄ったって。ナイス。ありがとうございます。あ、ちょっとスライス。ナイスショー。ドロー回転ドローっていきます。ドロー回転。美穂さん、はい、アマチュアゴルファーの昨日ネットで調べたんですけど、一番多い悩みはスライスらしいです。まあ、最初はやっぱりスライスどうしても出ちゃいます、うんうん、美穂さんは初めて打った時スライスでした？もうちょっと小学生の頃なんであんまり覚えてないですけど、多分最初はスライスでした。おで、なんかやっぱりこう右に、そのお父さんに言われて、うん、すごいこう右に打ち出す練習は最初してましたね、小学生の頃に。はい、右に打ち出す、それプッシュ的な感じ、プッシュアウト的な、そのやっぱ軌道を直すために。おー、右に打ち出そうと思えばどうしても陰に来るのね。はい、インサイドアウト。あー、なるほどね。最初はもうなんかプッシュスライスしてもいいからさ、とにかくなんかこう軌道を直すみたいな感じに言われて。皆さん、右に打ち出すとりあえずやってみるっていうのは練習中に。そうですね、最初は多分もう余計にこうプッシュスライスが出ると思うんですけど、まあ軌道が良くなってきて、あとはなんかこう直すコツって言ったら、なんかこうシャットに上げる、ね、シャットに、うん、あ、でも最初はシャットとか難しそうだよね。ですかね。右に打ち出すはなんかイメージしやすいかも、うんうんうん、はあ、いいね。ちょっとそれだったら簡単だから結構、ね、練習場でも試しやすいし、うんうんうん、やってみてください。ぜひ。誰に言ってるんだかって。残り100ヤード。100ヤード。フォロー。これで
このホールで、まあ、特に気をつけるっていうと難しいけど、そうですね、ここはなんかピンもこう左右に振ってるわけじゃないんで、うんうん、またピン狙い。奥にピン切ってるときに注意することって何？やっぱり奥に切ってるときはさっきと同じように奥に行かない、あ、奥にこぼさないが一番大事。一番大事。手前手前手前。今日はピンが奥に切ってあります。うん、上から叩いて、ナイス。なんかこう紙一重でね、はい、アプローチをねしてたって今まで思ってて、うんうん、でもみほさんとかって低く長くじゃん、アプローチも。そうですね、低く長くだから基本的には全部紙一重ってすごいでこうあっあっとかなりやすくてっていう時に私が思いついたのが、最近ここにクラブをセットしてるの全部、あ、噂のやつです。そうあのね、ここにセットしたらここに戻そうと思うから、はいはい、ここにボールないからこうやって勝手に低く長くできるみたいな。そうなの、自動低く長くシステムみたいになって、あのハンドワースにこれなら入るって言ってましたもんね。っていう最近の最後さごぼのボールのこっちに、うん、こういう感じで打てないの、ここに構えると。あ、ね、まずあっちにちゃんと出てるこのがもういい感じ。あ、ハンドハースならハンドハースに入ってくればいいだけの話だから、そのイメージの打ち方はもう人それぞれで打ちやすいようにイメージすればいいんです。なるほど、でもナイスタッチです。危ない。このホールはまた池越えじゃないですか、はい、でこうパー5で480って結構このショートカットしていけば2オン狙う方って結構多いと思うんですよ。うん、そうですね。でもそれって結構リスキーっていうか、スコアがいい2オンでバーディーもあれば、なんて言うんだろう、池ポチャからのボギーダボがあるから。確かにそれはそうですね。美穂さんはこのコースはどういうマネジメントで行こうってこと？一応池越えるのが200で越えていくので、うん、これはもうちょっと、まあ、池越えと言っても白旗の方、白旗の、まあ、若干右ぐらいですかね、狙っても。それより左はないもう池というよりかこの林が気になってくるんで狙わないです。はい、でこれが池220とかだったらもう全然右、もっと右狙うような感じ、まあ、200ぐらいだからちょっと池越えかかっててもいいかなぐらいな感じ。じゃあ基本ここはもう3オンの、まあ、狙い。これはもう1打目というよりかは、そうですね、2打目セカンドに行ってみて考えるって感じ。このティーショットからここの時点で絶対に強がるみたいな感じではないですね。とりあえず1打目打ってから考える。ナイス、これ完璧じゃない？完璧、高さも完璧。池越えは狙ってない感じ。そうだねちょっと右でもあの旗の右って言った通りの、あんま飛ばないであのラフ行くのもちょっと嫌ですもん、ね、そうですね、ここだったらもう右バンカーの方で、うん、あの傾斜行っても難しいんで、はい、右の3つ目のバンカーぐらいの。あ、そっちじゃないけど、いや結果そっちじゃないけど、結果ナイスショットです。すごい、ナイス。結果オーライ。あっち狙ってたから助かった。230ヤードで池が150ヤードでキャリーで越えていくので、ここは2オンを狙っていきたいと思います。が悪すぎるんですけど、やばい。さっきと同じ状況。同じ状況です。低く長くなって目線を上げない。
うまい。本当だ。うまい。ナイスです。入りが違う。めっちゃ。よいしょ。OK。これちょっと嫌だ。全然気になんない。大丈夫です。結構入ってるよ。3ヤード。93ヤード。これフライヤー予想とかある？直前にそこまでないんで。まあまあ大丈夫。はい、うまい。しっかり抜けた。ナイスオン。セカンドミスショットして、あ、ちょっと目つちする？みほさんの目つち。やっぱコースでのミスショットって、うんうん、あんまり動画で撮れないじゃないですか。確かに毎回こう撮ってるわけじゃないし、確かに、しかもセカンド以降っていうか、もうティーショット撮ってもティーショットぐらいだから、そうだね、なんか後で見たいな。あ、いいよいいよ、全然送ります今日何が起きてんだみたいな今日私調子悪い時ってどんな動きしてるのかなってすごい勉強になる。今日なんかあんまり今まで2回出てくれた美穂さんじゃない美穂さんが見れてるから、ショットがだいぶ悪いですよね、うん、今日、まあ、頑張ります、調整できるように。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。